どうもみなさん、こんにちは。今回はちょっと途中経過をお知らせしようと思って、急に動画の方を撮っております。まあ、次世代型の VR テクノロジーということで、あのブ、ブレブライアントラボラボさんのフレームと、あと、イマースドのバイザーですね。こちら2つ頼んであるので、まあ、こちらのちょっと進捗状況についてご説明をさせていただきたいと思います。 はい。まずね、ちょっと何のことかってわからない方もいらっしゃると思うので、えー、簡単にご説明をしておきます。えー、まずはフレームの方なんですけれども、ちょっと動画で見てもらった方が早いと思うので、そちらの動画を一旦ちょっと流しますね。どうもえまずフレームの方なんですけれども、こんな感じのメガネになっておりまして、 えー、その中で、まあこんな感じですね。まずメガネの中で文字がこう浮かび上がってくるようなものになっております。で、見た目的にはこんな形で、こうジ、ジョン・レノンのメガネみたいな感じになっているものですね。はい。そしてできることといえば、えー、こちらの方に、えー、OLED のディスプレイを搭載しておりまして、文字が見えると。 例えば、ビジュアルで、えー、まあ、こんな塔を見ると、この塔は、えー、こんな建物ですよ、ということが、まあえー、紹介してくれるということですね。そして、例えば、こういった日本語の標識などを見ると、えー、トランスレーション、まあ、翻訳をしてくれて、えー、この文字はこんなことが書いてありますよ、ということが、えー、表示されると。 または、こういった商品の成分表を出してということにすると、まあ、画面上に成分表が出てきてくれるということで、まあ、写真や音声、まあ、写真や音声ですね。そうですね。まあ、そういったものをマルチモーダルに AI が処理をしてくれるという商品になっております。 また、こういった靴なんかを AI で Web サーチしてということをやると、サーチエンジンにもつながって、今現在価格がこんな感じですよということまで検索してくれるということになっております。あとはイメージジェネレーターとかいろんなことがあるんですが、まあ、この商品を 今年の初め頃に頼んでいたんですけれども、まあ4月、5月、6月ぐらいに出荷という話だったんですが、なかなか届いてなかったんですが、この8月にですね、ようやく、あのー、アメリカから発送しますというような通知が来ました。まあ通知表がこんな感じなんですよね。通知表の方が、えー、 ラボさんの方からあなたのオーダーは、えー、こんなステータスになってますよということで、まあ DHL の e コマースということで、まあ出荷がされてましたよみたいな感じで来たんですね。で、ところが、そしてところがそのトラッキングデータを見てみると、8月の29日に現地で、えー、発送作業などが行われているようなんですが、9月の4日 でちょっとパタッと動きが止まってる感じになっております今日9月の7日なのでまあ3日ぐらい動きがない感じでございます通常をまあアジア圏だともう出荷すると2,3日で届いてるんですけれどもちょっとねアメリカの場合は違うのかなという感じがしますもしくは何かのトラブルがあるのかもしれないですねまあ届きましたら、えー レポートの方はしていきたいと思っております。はい。そうすると、まあ、発送通知が届いて、発を状況の確認はできるんですけれども、まだ届いてないという状況になっております。え次に期待されているイマーストのバイザーですね。 まあこちらの方もちょっとウェブの方を見てもらった方が分かりやすいと思うので、簡単にそちらの方で説明をさせていただきます。えー、バイザーの方はこんな形になっておりまして、通常クエスト3みたいな、えー、ゴーグル型じゃなか、じゃないとこう見れなかったハンドセットなんですが、こういったサングラス型になっているんですよね。で私の方でもプレイオーダーをしております。 はい。で、こちらがですね、メールが届きまして、こんな感じですね。バイザーの基調講演が始まりますよということで、これ8月にもらったんですけれども、9月の19日、9月の19日にですね、イマーストの IRL というイベントが開催されますということで、まあこちらで、えー 発売の方がこう公表される。もしくはバイザーのできるで仕上がりがですね、見れるということになっているようでございますで。詳しくは私の方で動画を作ってありますので、そちらの方を見ていただければと思います。簡単に、えー、プロモーションビデオがあるので、そちらちょっと見てみましょうかね。 そして今画面上に5つ出ていますけれども、こんな形で仮想空間の中にモニターが表示されるという状況になります。今までハンドセットをメタクベスト2とか3じゃないとできなかったんですが、このサングラス型でこういったことができるっていうのは非常に素晴らしいかなと思っております。 まあこんな形でもうモニターがなくても作業ができるのでどこでも仕事ができるっていう感じにもなりますし机の上もねモニターがなくても作業ができるので綺麗になるんじゃないかなと思っていますそしてレンズの方が 4K のマイクロ OLED えー、ということで、まあ、だいぶね、明るさの方も綺麗で、えー、視野角もあるとされております。まあ、どれくらいね、見えるのか、ちょっと楽しみなんですけれども、その辺もね、えー、今度のイベントで、えー、確認できればなと思っております。 はい。ということでね、イマーストの方は VR の新しい形ということで、ハンドセットからサングラス型になるということで、非常に期待をしております。まあ、イベントでね、どんなことが公開されるのか、ちょっとわからないんですけれども、えー、もう上位モデルについては、その日から出荷が始まるとされていて、私の買ったバイザーの 4K モデルっていうのは、半年後に発送されるということなので、 だいたい来年の3月ぐらいには届くんじゃないかなと思っております。はい、発送の時期については予約などがもう受付をされてますので、え一、ー、役ね、欲しいという方はあ、バイザーのホームページの方から、イマストのホームページの方から予約をしていただければなぁと思っております。発送の方はファンダーズ ファンダーズエ,エディジョンの方が9月の19日からということで、えー、半年後にバイザーの 4K が出されるというので、来年の3月ぐらいかなと思っております。まあ一般的な販売はちょっとまだわからないんですけれども、基本的にはオンラインストアでの え、販売になるんだと思っております。価格帯については、前回使った、作った動画がありますので、一番最後にね、リンクを入れておきますので、そちらを参照していただければと思っております。あと、対応 OS の方は Windows も Mac の方も対応しているということなので、こちらは大丈夫ですね。はい。はい、ということで、今回は、 えー、フレームの方とバイザーの方にちょっと動きが出てきたので、えー、急遽動画の方を撮らせていただきました。また動きがあればですね、えー、紹介、えー、予告動画として撮らせていただきます。それでは、また、チャンネル登録、コメント、いただければ嬉しいです。さよなら、バイバイ。